ある日突然、全宇宙征服を狙う巨大な白色彗星が出現。多くの星を破壊し、今その脅威は地球にも及ぼうとしていた。全世界を爆発的ブームに叩き込んだヤマトの最新作、さらば宇宙戦艦ヤマト。かつて屈強の敵ガミラスを破った地球は、再び平和と繁栄を取り戻していた。役目を終えたヤマトは、今や廃刊処分となり静かに眠っていた。時に西暦2201年、地球は最も恐るべき敵を迎え、かつてのヤマト乗組員たちは再びヤマトに乗り込んだ。前作をしのぐ壮大なスケール、目を見張るダイナミックな戦闘シーンの数々。凄まじい猛攻、迎え撃つヤマト、そして死んだはずのデスラーが不敵にも再び戦いを挑んできた。本当の戦いは勝ってね、五代君。きっと勝ってね。巨大な白色彗星から続々と飛来する敵の CA 艦隊、そしてあらゆるアイデアをつぎ込んだ想像を絶するラストの大仕掛け。永遠の愛と夢を乗せてヤマトは今最後の航海に旅立つ。フライホイール接続、点火、ヤマト発進。限りない感動と美しいロマンを鮮やかに歌い上げた最大の話題作、さらば宇宙戦艦ヤマト。